レバー B を R で上に引き上げることにより A1、A2 につながれたバンドに張力が発生し、摩擦で制動する、唐沢製作所製、バンドブレーキの表面裏面。バンドブレーキは、円筒形の回転体の外周を帯状の摩擦材で締め付ける形式のブレーキである。帯ブレーキとも言われ、各種の産業機械や一部の自動車用自動、変速機などにも使われている。以下、 本記事では自転車の後輪に使用されるバンドブレーキについて述べる。自転車用のバンドブレーキは1928年に日本の唐沢製作所が開発し特許も取得した。ドラムブレーキの一種であり、車輪のハブにねじ込まれた円筒形のブレーキドラムを薄い鋼鉄製の帯に摩擦材を貼り付けたバンドが囲む構造になっている。ドラムには二つないし四つの穴が開いており、 車輪に付け外しする際にこの穴に専用工具を引っ掛けて回す。キャリパーブレーキなどと異なり、ブレーキバンドのみの交換はできないため、摩耗した場合は、ブレーキユニットそのものを交換する。ブレーキバンドおよびバンドを締め上げる機構は、後半製のパネルに組み込まれており、これがブレーキシステムを覆い隠すカバーを兼ねている。ただし、 防水構造ではなく裏面はほとんど露出しており、一度水が入り込むと摩擦係数が落ちて著しく制動力が低下し、水がなかなか抜けない欠点がある。内広無式、ドラムブレーキと比べると構造が単純で軽い利点があるが、自転車用ブレーキとしては重たく複雑な構造の部類になる。ブレーキレバーを引くと、ブレーキインナーワイヤーに引っ張られた。 ブレーキバンドがドラムに巻きつくように締まり、車輪にブレーキがかかる。自己増力作用を持つため、前進方向への制動力はかなり強力であるが、後退方向へは自己媒力作用は働かないため、弱い。ブレーキレバーからブレーキ本体までのリンケージは任意のものが使用できるが、安価であることが特徴であることから、通常は油圧などの効果につくメカニズムが使用される。 ことはない。かつては、ロッド式、リムブレーキと同様のロッドリンク機構で作動させた、時代もあったが、ケーブルのようには曲げられず、取り回しが悪いため、廃れた。現代ではもっぱら、他のブレーキと同様のブレーキケーブルが使われている。戦術の通りこのブレーキは、日本企業によって開発されたもので、もともとは、英国式ロードスターを実用車に発展させる際、 重量物を乗せたり、リアカーを牽引するなど、重負荷に対応できる強力型ブレーキとして使用され、はじめ、実用車の派生車である警戒車、シティサイクルにもそのまま使用されてきたという経緯がある。このため、日本の実用向け自転車では、長年降臨ブレーキのスタンダードであった。一方、日本式の自転車が普及していない国ではほとんど見かけることはなく、 法律上後輪ブレーキ装着が義務付けられていないヨーロッパの実用車ではそもそも後輪ブレーキが装備されていないものが多い。バンドブレーキは経年によりブレーキング時に特有のキーキー音が出る欠点がある。これは使ううちにブレーキバンドに金属庫が付着し極端に高くなった摩擦力に耐えきれずにブレーキバンドが激しく振動することで発生するもので。 ブレーキバンドが張力のみで支持されるという構造に起因する欠点であり、メンテナンスでは解決できない。後に現れたサーボブレーキやローラーブレーキはこのような欠点がなく、それらの普及以後はシティサイクル、子供車のうち特に低価格なものにのみ使用されるようになった。キーキーをがしても制動力に大きな問題が発生するわけではないが、 一般的には忌避される騒音であるため、他のブレーキに付け替えたり、他のブレーキの付いた自転車を推奨する自転車点もある。サーボブレーキはバンドブレーキからそのまま交換可能である。ブレーキドラムへの注意は絶対にしてはならない。バンドブレーキ調布のシールにも記されている。制動力が極度に落ち、場合によってはバンドから摩擦剤が剥がれ落ちる可能性も出てくるためである。 過去には発熱対策として摩擦剤に石綿を含むものもあったが石綿の毒性が知られると国内ではセラミックに置き換えられ使用されなくなった。しかし2005年に国内ブレーキメーカーが中国で創業する工場で生産したバンドブレーキの摩擦剤に石綿が含まれていることがわかり、社団法人自転車協会や財団法人自転車、 産業振興協会の調査では健康上の問題はないとされたが、その多くが子供用自転車に使われていたこともあって、社会問題となった。同社製や他の中国製バンドブレーキを採用していた自転車メーカーでは、対応に追われた。この際、回収などの対策から漏れたものや、古い製品には石綿が含まれている可能性がある。なお、サーボブレーキにも同様に、 アスベスト含有製品があった。車椅子に使用されることがある。特殊な用途としては、明治から昭和初期にかけて、新越本線横川駅軽井沢駅間の、ラック式鉄道において、歯車車用の非常ブレーキとして使われていた。株式会社、唐沢製作所遠隔なお、業界の分類では、サーボブレーキという用語は、改良型のブレーキを、 旧来のバンドブレーキと特に区別して使っている。ロードスターの後輪ブレーキは存在しないか、あったとしても、貨物自転車用には制動力が不十分な、キャリパーブレーキである。5ブレーキについて、走輪自転車店、ローラーブレーキは、専用ハブのついた車輪にしか取り付けられないため、交換は容易ではない。パナソニックサイクルテック商品に含まれる石綿について、自転車 自転車、バンドブレーキに含有されたアスベストの飛散に関する調査結果のお知らせについて、社団法人自転車協会、自転車用、バンドブレーキに含有されたアスベストの飛散に関する調査結果について、財団法人自転車産業振興協会、宮田工業株式会社お詫びとお知らせ、用事用自転車のバンドブレーキ無償交換について、ブリジストンサイクル、 用事用自転車ご愛用のお客様へバンドブレーキ無償交換のお知らせ。ありがとうございます。